そして後ろに5番野寺楓、6番手から行きました。初日は高橋理香のまくりを追いかける展開も離れてしまって及ばず、3コーナー側へ掲げられていますピクセルアートの横断幕も大変印象的なのは5番野寺楓、そして立川連続ファイナルへは上位着必須です。7番清水さな1番後ろで間もなく出しようです。6番加瀬が先頭で1番マシモルルコ2番手、3番林真奈美3番手変わっていません。直後は2番田中ルナ、そして4番荒牧里美も動かず5番手で最終ホームに帰りました。今日も先行となりそう6番加瀬かな子、後ろ1番地元のマシモルルコ、3番林と2番田中ルナ、3、4番手で運び続けて7番清水さなは最後方から1車車を外に進めましたが、前ではペースアップ6番加瀬かな子、3番手まくりから3番林真奈美がバックストレッジ捕まえていきました。その後ろから猛戦と4番荒牧里美が2番手の田中ルナに接近する。しかし抜けた4写真リード3番林真奈美、2番手は粘る田中ルナがもう一度前に接近するが、3番林真奈美だ先頭降臨、2着は2番田中ルナ、迫った4番荒牧里美が3着です。